はい、松崎です。ご覧いただきありがとうございます。今日もですね、痛みの治療のヒントだったりアイデアを治療科のあなたにお届けできればと思います。今回は脊柱管狭窄症を世界一分かりやすく、そして神経という視点からですね、全く新しい治療法を紹介していきますので、もしあなたがですね、脊柱管狭窄症を治療してるんだけども全然改善しない、もしくはですね、脊柱管狭窄症を治療しててもですね、何をしていいか分からなくなるね、治療の軸が持ちたい、そんな人であればですね、この動画を見てもらうことによって、自信を持って治療できる治療テクニック、そしてですね、自信を持って説明できるですね、説明のテンプレートを紹介しますので、ぜひね、しっかり最後まで見てください。で、脊柱管狭窄症ね、これ2部作で紹介しています。で、前編の中ではですね、脊柱管狭窄症なぜ起きるのか、狙うポイントどこなのかってね、説明してますから、前回の動画見てもらって、これを見てもらうとさらにですね、深まります。で、見逃さないようにね、チャンネル登録してもらうとね、さらに見やすくなりますから、チャンネル登録ぜひね、今日の話よかったらぜひチャンネル登録してみてください。で、前回見てない方のためにちょっと軽く脊柱管狭窄症って何なのか説明しますが、これ脊柱管狭窄症ってですね、脊柱管、いわゆるですね、背骨が反りすぎてるってことが原因です。で、反りすぎてるってなんでですかって言ったら、これはちょっと前でこうやって骨盤が前に傾いてる状態ですね。いわゆるちょっとこの股関節をグッと曲げてあげて、骨盤が前傾する状態ができるとですね、こうやって頭が下に行っちゃいます。これを上げようとすると腰が反っちゃうっていう、こういう状態になりますね。で、この脊柱管狭窄症っていうのは、脊柱管、いわゆるこの背骨の中の穴がですね、私の目見えますよね、この状態ありますよね。これがですね、こう見えなくなるのはなんでか、狭くなるの、これはですね、骨が狭くなってきてるわけじゃなくてですね、これはずれてるんですよね。ずれることで見えなくなりますね、私の目が。何かというと、ずれることによってこの穴が狭くなってる、これが脊柱管が狭窄、狭くなってる状態で、これがずれる何かって言ったら、これは腰が反っちゃってるんですね。反るとこの穴が狭くなってる状態になります。そうするとしびれ、痛みの原因になりますよ。これが脊柱管狭窄症の真実です。ということは、これ骨盤が前傾してるのを直せばいい。じゃあ骨盤が前傾するのは何か、股関節の前側が硬くなっちゃう、この部分が硬くなるってことですね。じゃあなぜ硬くなるのか、これはですね、前側、特に見てほしいのが大腿神経ですね。大腿神経って何かって言ったら、後ろ側にね、座骨神経ってありますけど、座骨神経とね、同じように後ろ側は座骨神経、前側は大腿神経ですね。この前側の大腿神経ってやつが太ももの前側だったりとか内側のね、神経まで行ってますから、ここが硬くなってくることによって、結構ね、股関節の伸展制限、いわゆる屈曲してしまってでっじりね、さっきみたいな腰が反る原因になってしますね。で、この大腿神経をね、治療していくって結構皆さんしないんですよ、神経の治療ってね。だからここをね、今回紹介していきたいなと思います。 OK。 で、これね、治療テクニック今回紹介していきますけど、大事なのはね、こう知識とテクニック紹介、つなげること大事ですから、前回の動画もね、しっかり見てみてください。 OK。 じゃあ寝てみましょう。Okay。 で、今からね、治療テクニックやっていきますが、これね、上向きで寝てもらった状態で治療していきましょうね。でね、見えにくいとかっていうのがもしかしたらあるかもしれませんけど、私のね、オンライン大学の中ではしっかり紹介してますので、もしね、興味がある人はしっかりそちらの方も見てみてください。目線カメラでやってますから、この目線で見えますんでね、ぜひやってみてください。はい。で、ちょっとこれ逆側からいきましょう。逆側の方がね、しやすいんで。で、こんな状態でね、寝てもらいます。で、寝てもらった状態で、まずね、股関節、触る場所としては、この股関節の前なんですよね。で、足をぐっと曲げていくと、シワになりますよね。こう、シワになります。で、シワになるポイントのちょっと真ん中。真ん中触ってもらうと、なんかコリコリしてるものありますよね。これがですね、股関節の前面、そして大腿神経が通る場所になりますね。なので、この場所をですね、触ってもらいます。で、触ってもらった状態で、こう横方向にこうクリックリックリってやると、中でなんかコリコリしているものがあります。これがですね、大腿神経になりますね。直接触ってるような感じもあったりとか、あとは筋肉を介して触ったりとか、神経の走る場所によって変わってきますけど、まあ、これが大腿神経だと覚えてもらったらいいかなと思いますね。痛い、結構これ押すと圧がある方もいらっしゃいますので、優しくまずは触ってあげてください。で、強さとしては痛気持ちいいぐらいでね、やってあげるといいです。で、まずこれをね、こうあぐらをかくような姿勢に、こういうふうに足を置いてあげて、このままこの場所にこう両手グッと置いてもらって、このまま横断剥がしていく感じですね。グッとグッグッ、だいたい10回ぐらいこういうふうに剥がしてあげてみてください、うん、で、ちょっとやったら次上側、指一本分また上に行ってグッグッグッ痛いね、これ剥がす感じです。本当に剥ぐ感じでグッグッグッってやっていきます。で、一個上に上がって吐いてあげる声がね結構痛いでしょ。で、痛いところがしっかり硬くなってますから、こう剥いであげるように。で、もし痛すぎる場合はね、股関節をしっかり曲げてあげる、股関節の角度を変えてあげると、触りやすくなるとか痛さ軽減しますんで、これで治療してみてください。
剥ぐ感じ、グッグッとね剥ぐ感じでいきたいね。余りすぎたい時はこういうふうに曲げる、もしくは呼吸ね、息吸って吐きながら吐いた時にうーっと横やってあげると緩みやすいかなと思います。はい、でこれねやってあげるとですね、股関節の曲がりだったりとかも変わってきます。全然ね変わってきますし、ちょっと立ってもらっていい？で立ってもらってですね、足の上げやすさであったりとかね、あとは、腰をそのまま反ってもらっていいですか。反ってもらったりとかするとですね、このやった方ですね、こっち側とかの方がギューッと伸びてくる感じすごいね結構さっきよりも伸びるねってことが結構起きてきます。で結構ポイントはですね、この前側の中でもね、よくねこう前回言ったような恥骨筋、これね初級編で紹介しました。今回ねこの神経で中級編って形で紹介してますけど、この辺をしっかり抑えて治療していくことですけど、それ以外にもねこの脊柱管狭窄症っていろんな原因から起きてます。だから全身を知っていくこと、全身の病態が深く知ることね、ポイントはだから全部のどういう病気なのか、どういう疾患なのかを理解した上で、じゃあやるべきとこは決まってきますからね、この病態学の知識を知ってちゃんと治療の方に落とし込んでいく、これをね意識してもらえればなと思います。はい、なんでねしっかり学びたい方はこうチャンネル登録しっかりやっていただくだけでもね お金かかりませんから、しっかりね登録して見逃さないようにチャンネル登録してみて見てみてください。あとねインプットが一番いいですから、アウトプットするためにアウトプットすると一番インプットになります。皆さんねコメント高評価ねぜひね学び良かったなと思えばぜひやってください。はいね、でも大事なのね、でもこれしっかりこう勉強すること、いいですか。治療テクニックだけ真似するんじゃなくってですね、これ舌ってこうなぜしてるか分かんなかったらレベルが分かんないのよ自分のね。けど治療テクニック、ね、だけではなくて知識だけでもですね、これ治療テクニックなかったら治せません。この2つが大事です。ただ2つがあるだけじゃなくてつなげることです。でなぜが分かって何をするか、これがつながれば患者さんに説明をできるじゃないですか。こうだからこうですよって説明ができますよね。でなおかつ治療テクニックやって改善したら患者さんも納得できるし、こっちも自信が持てます、ね、これがある、ね、結局分かんないが自信が持てないですから、この自信を持つためにはこの分かること、そしてそれを実践できる治療テクニックがあること、この2つをぜひね揃えていただきたいなと思います。私の、ね、動画の中では私の概要欄の方にね今日無料の教科書をプレゼントします。でその無料メルマガ登録した方限定でねPTC オンライン大学も紹介してますから、ぜひね気になる人はそちらの方から登録進めてみてください。はい、じゃあですね今日はこれで終わりにしますけど、今日の話よかったらぜひですねチャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。今日の動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。